なんかな。すごいですね。こういう椅子とかですね。いろいろ可愛いなんかね。コールマンのウォータージャケット。カーイです。久しぶりですね。この1年間で阿蘇もいろいろなお店ができました。今日はその紹介に行こうと思います。その前に、この服はお肉屋さんのカルキフーズさんからもらった服です。見てください。この服です。今回購入する。ある場所は全57号線です。じゃじゃん。ではお店にレッツゴー。到着。あそちゃんから車でここまで10分もかからないぐらいですかね。案外近いです。これハンバーグみたいな服とかもありますよ。では中にこういう食器とかもあって、これ着た2000個ですね。もう、いろいろありますね。これ、とってもかわいいですよね。他にもランタンのようなものもありますね。いろいろあります。服です。服もいろいろあります。こちらはかわいいランタンでしょうか。これなんだろう、かわいい色さまざまでいいですね。なんかこれ好き。ここはヘルメットですね。ベルトとかもありますよね。カラフルとか。この辺は自分が好きですね。かわいいハンカチみたいなやつもありますよ。わ、箱かな？なんかかっこいいね。次はこういう椅子とかですね。これに座ってなんかコーヒーとか飲むのもいいですね。すごいですね。いろいろあります。ここはミニグッズです。かわいい案外。じゃあ今から田口店長に質問をしていきたいと思います。お願いします。お願いします。なんといってもこのランタンゾーン、こういうのがすごいですね。いろいろかわいいランタンゾーン。この中で一番古いものって何ですか？一番古いのは、加圧式ランタンっていうのが、これが1940年。結構古い。早く何歳ですか？生まれてないです。生まれてないです。一番おすすめって言えるのは何ですか？おすすめはやっぱりこれですね。一番古いのランタンです。 243A っていうモデルの、結構これ珍しいタイプになっております。珍しいんだ。このベンチレーターの形がシルクハットっていう帽子に似てることから、はい、シルクハットと通称言われております。
っこいいでしょ。うん、かっこいい。メンテナンスとかって大変なんですか？メンテナンス大変ですよ。でも家に持ってきてもらえば全然メンテナンスします。壊れた場合の修理とか。はい、修理します。修理とか、うん、色じゃん。あ、今日はバースデーランタンを買いたいと思います。その前にバースデーランタンってどういう意味ですか？はい、バースデーランタンは、はい、その方の生まれ年、うん、生まれ月まで一緒のランタンっていうのがありますので、それを皆さんにつけて購入してもらいます。ありますか？僕には。はい、行きましょう。買いくんのは今探してます。もうないです。はい。今から田口店長に今年の夏のおすすめを聞きます。いっぱいあるので少ししか紹介できませんが、ぜひ見てください。何ですか？はい、まずはコールマンのウォータージャグ、こちらまあいろんな色がありまして、まあ、夏には必需品ではないのかなと思っています。結構古いですね。70年代ですね。76年とかヴィンテージになっています。すごい。中身はめちゃめちゃ綺麗です。お、はい、ヴィンテージ品とは思えないぐらいの商品です。ピンクバスケットです。状態もかなりいい方かなとは思ってます。右の机とかにも使える。そうそうそう、ちょっとしたサイドテーブルになります。これも古いですね。70年代。ちょっと中はこれだいぶダメージはあるんですけど、そうですね、味かなと。これ当時のものが付属してますので、まあ、キャンプでもご自宅でも、まあ、お子様用のお食事プレートとして使えます。ここに何かおかずとか入れて。そうだね。でここにコップとか入れて使える。そう、ね、うん、この中に入ってたものって。そうです、売られてたもの。さっきからこの店回ってたらなんかお酒の匂いがプンプンしてきて、これ何ですか？これはヒルズフィールドっていう会社のお酒マングッズになります。お酒マングラスから、Tシャツから、かわいいタオルがございます。こちらにはヒルズフィールドのマッチもあります。たまに贅沢してこれつけたら良さそう。そうだね。最後にスキャンの、スキャンのこのシールを貼りたいと思います。ありがとうござ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 いました。おお、食堂とかもある。あそこは何かな？オレンジ屋さんかな？ちょっとあっちも行ってみようか。オレンジ屋さんの。あ、ヤギだ！ねえ。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 でっかいね。こんにちは。ねえ。これ何？デビオン。ねえ。なるほど。